MT-01 とは、かつてヤマハ発動機が主にヨーロッパ市場に向けて生産していた輸出用のオートバイである。1999年、モーターショーなどで各媒体に向け発表したコンセプトモデル MT-01 鼓動のコンセプトを踏襲し、その名が示すように大型 V ツインエンジンらしい鼓動感を楽しめるソウルビート V ツインスポーツを キーワードとして開発が行われた。x v 1 7 0 0系に搭載される総排気量 1670cc の空冷、V 型二気筒エンジンを基本としつつも、クルーザーでは得られない、軽快なスポーツ性を失わないために、セラミックメッキシリンダーや鍛造ピストン、ファイ4 0 m m のダウンドラフト型インジェクションといったスポーツ車と同様の技術を投入し、 吸排気系統やクランクといった構成部品の90%に上る部品が新設計され、ネイキッドバイクに搭載されるエンジンとしては異例の最高出力を 4750rpm で発生させる個性的なエンジンに生まれ変わった。また、XP が V 型二気筒エンジンとして初めて採用され、本機種の特徴である低回転域のトルクや鼓動感の向上に貢献している。 エンジンで鼓動を発生させるだけでなく、コンセプトである、その鼓動を楽しむための演出として車体に対しても、様々なアプローチが試みられた。ビッグ・ブイツ・イン・エンジンの存在感を損なわないデザインがなされたアルミダイ・キャストフレームは、シリンダーヘッド部とクランクケース部でリジットマウントされ、エンジンの爆発をダイレクトに感じられるよう設計がなされた。 前後サスペンションはフロントにファイ 43mm の倒立式サスペンション、リアには二分割溶接構造の逆トラス、形状リアアームが採用され、ショックアブソーバーはリンクを介して横向きに搭載されている。ホイールはハブよりもリムの方が広くなる特徴的な形状をしており、エンジンのドライブスプロケットが右側に配置されている、兼ね合いからリアホイールに関しては、 一般的なドリブンスプロケットとブレーキディスクの配置と異なり、右側にドリブンスプロケット、左側にリアブレーキディスクが搭載されている。2004年、ドイツで開催されていた第4回インターモトミュン編2004において、MT-01 が正式に発表、展示が行われた。日本国内においては2004年9月21日に、プレストより、 販売調整中との発表が行われ、2005年2月14日には2005年入荷分がオフィシャルショップからの受注で完売した旨が発表された。以下のカラーバリエーションで発売された。カラーバリエーションが以下のように改められた。カラーバリエーションが以下のように改められた。カラーバリエーションが以下のように改められた。れた特別使用者として限定カラーリングと前後、サスペンションに オーリンズ製ショックを採用した MT-0HS が発売されるとともに、通常使用者ではカラーバリエーションが以下のように改められた。2009年使用が最後の車両となり、生産は終了している。ありがとうございます。